あ始まりました堺市のすごいものにロックオン、スゴロックでございます。はい、我々は福井県住みます芸人カリマンタンの相田隼人と、はい、そして鯖江市出身の高橋仏夫でございます。皆さん来ますよ、カリピース。おはようございます、カリピース。おー、風強いの。風強いよ。ちょっと、はい、乱れちゃうわ。乱れちゃう、まあ、今日はですね、海浜自然公園に来ております。はい、はい、まあ、今日何をするかというとですね、ディスクゴルフです。イエーイ、今日はディスクゴルフに録音します。ということでもう、ね、そうそうそう、もうもうこのここに、はい、このね、ディスク振りすぎちゃうで。そう、ディスクやで、ディスクやで。ディスクゴルフ言ってるからね。けどこれさ、過去にも違う芸人やったらしいね、はい、あ、そうなんです。ダブルバーボンが、違う、だからそれは違う、それは俺の昔のコンビ名だったんだろうがい。本当はこれ堺市で、うん、あの世界選手権が行われるはずだったんです、放送の後に。堺市で、はい、ただちょっとあのコロナで延期になっちゃいました。ああ、そうなの。うん、改めて今年ですよ。今年2023年、堺市でここでディスクゴルフの世界選手権が行われます。あら、はい、じゃあ前哨戦か俺は。いやいや、前哨戦になるかどうかわからない。まあでも、ね、ここでね、僕らがちょっとディスクゴルフの魅力を紹介して、うん、世界選手権に向けて、うん、ちょっとボルテージ上げていこうじゃないかということですよ。あれ、俺見に行けるんだよね。え、世界選手言っとるよ、見に。それは出れる、出れる。いや、出るかどうかは今日のあの次第です。今日次第、頑張ろうぜ。頑張りましょう。はい、ということで本日はディスクゴルフにランクオン。本日福井県ディスクゴルフ協会の新家さんに来ていただきました、うん、よろしくお願いします。まあ、まずはですね、ちょっと大会のことも気になるんですけれども、うん、そもそもそのディスクゴルフというのは何ぞやというところをちょっと聞きたいんですけれども。はい、はい、ディスクゴルフとはですね、はい、まあ、ゴルフって名前がつきますので、はい、いわゆるボールのゴルフとほぼ同じルールです、うん、9ホールとか18ホールのコースをラウンドして、はい、ボールのゴルフのボールを打つ代わりに、うん、このディスクを投げて何投でコースを回れるかを競う競技ですね、うんうん、で最終的にこういうふうにゴールに入ったらホールアウトということになります。で、まあ、そのディスクなんですけども、はい、まあ、いろいろ種類がありまして、はい、今投げましたこれがいわゆるパターディスクって言われるやつで、ボールゴルフでいうところのパターと言うんです、はい、で短い距離をまっすぐ投げるのに適したディスクということになります、はいはいはい、でもう一つこちらがいわゆるゴルフでいうアイアンです、はい、ちょうど中間ぐらいの距離を投げるディスクです、はいはいはい、でこちらの透明なやつがいわゆるドライバー、遠くへ飛ぶです。あ、種類全部違うんですね。違います。で何が違うかっていうと、はい、厚みが違います。本当だ、はい、へー。でパターディスクは分厚くできてて、はいはいはい、まあ、遠くへ飛びにくいけどまっすぐ飛ぶと、はい、でこちらはその中間ぐらいの、はいはいはい、で一番薄いドライバーは薄くできてて空気抵抗が少なくて遠くへ飛ぶディスク。軽そうですね、見た目も。そうですね、競技になるとこういったディスクを20枚ぐらいカバンに入れて、20枚、はい、使い分けて、ラウンドするということになります。まあでも実際それ3種類、はいはい、あの、まあ、飛ばす距離違うみたいに言ってたじゃないですか、なんか実際ちょっと今どんくらい違うのかっていうのを、はい、うまくいくかどうか分かりませんけど、じゃあ行きます。はい、おおおめっちゃ、はい、すごろっけ。ありがとうございます。いや、これはすごい、すごい。あれ200m ぐらい行ってません？いや、行ってないですか。あれで全然行ってないです。でも、もっと飛ばせる人がいるってことでしょ。そうですね。マジでマジですか。まだこれをその9ホールですか、はい、とかやっていくわけですよね。ちゃんとコントロールして、はい、その距離を投げてきます。だから今風強いし、その風も弱いですよね。だただ遠くに飛ばすだけじゃないってことですか。だって俺はすっげえワクワクすんぞ。おお、なんかもうすげえやりたくなってきた。いや、まあ、まあやりたくなったのはいいんだけどもさ、まあまあそれはさておき、うん、まずはね、そのディスクゴルフの、まあ、この年大会がほら行われるってこと。ああ、そうだ、ね、そうだ、そうだ、なんか世界選手権ですか。そうですね、世界大会が、はい、今年の5月の12日から、はい、19日まで、はい、で2つの会場でやりまして、2つの会場、はい、で12日から14日までは、はい、ここの堺市の海浜自然公園で、はい、いわゆるあの誰でもできる、まあ、あの気軽に参加できるフレンドシップ大会というのを開催します。で、15日の月曜日から19日までは、はい、丸岡のゴルフ場を貸し切りまして、でそちらで、海外からの選手とか、まあ、日本のトッププロの選手を入れた、プロ大会を開催することになっております。
海外で活躍されているプロの選手を中心にお呼びしております。で、日本人の選手については、日本ディスクゴルフ協会というところに選考をお願いしまして、まあ、レベルの高い方にぜひ出ていただきたいということで、まあ、そういった大会になってますし、コースも全然難しいコースになってますので、全くの素人ではなかなか難しい。そうですね、だから本物のゴルフ場を使うわけですから。はい、だから普通に池ポチャもあるんですよね。もちろんあります。そうか。だからバンカーもあるんです。バンカーそうな、うん、あるな。面白そう。うわー、ちょっと出たい。出たい。それはプロ大会だから。出たい。まずじゃあプロになりましょう。そもそもなんでこれ世界大会をこの堺市でやるっていうことになったんですか？ですね、もともと、まあ、ここにコースがありますけども、はい、こちらの海浜自然公園にちょうど10年前にこのコースを整備しまして、はい、で毎年あの国内の全国大会を開催してきている中で、はい、いろいろと、まあ、アメリカ そのディスクのメーカーさんとのつながりとかもできてきまして、はいはい、でそれからのワールドマスターズゲームスという大会が、本来ですと2021年に関西中心に、まあ、日本で初めて開催される予定だったんですけども、それのオープン競技としてうちもディスクゴルフ大会をやろうということが決まってまして、はい、まあ、それで今今年の5月にこの世界大会をやるということになりました。はい、じゃあもう、うん、堺市はディスクゴルフの聖地として、そうですね、はい、聖地としてそこを目指してます。あ、そこ目指して、はい、いや、私から認定書を後で、うん、何の権限もないでしょ、あの。カリマンタン認定。いや、全然認定ならんねん。ディスクゴルフ聖地。聖地になるようにね、これから目指していくというわけですよ。まあでもそれでね、まあ、堺市も盛り上がればいいですもんね。そうですね。いや、盛り上がるよ。もうね。盛り上がるよ。だからそれ見に来る人もやっぱいるわけですからね、はい、大勢。はい、それではですね、はい、今度の大会に、福井県代表として、出場するお二人を、はい、呼んできましたのでご紹介させていただきます。お願いします。お願いします。しますお、あ、あ、福井県代表なんですね。それではお二人自己紹介お願いします。お願いします。福井県代表に選ばれました奥出圭一と申します。ディスクゴルフを始めまして、今年で7年になります。7年、はい、で大会当日には楽しく自分のいいプレーができればいいかなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。同じく福井県代表としてプロマスター部門に出場させていただきます遠山和真と言います。よろしくお願いします。試合本番ではこう頑張って少しでもあの福井県のあのディスクゴルフがこんなに楽しいんだよっていうことをあの世界の皆さんにもアピールできるように頑張ります。お願いします。お願いします。でもお二人もその、ね、福井県代表として今回出られますけれども、あのディスクゴルフ、まあ、こういうところが面白いっていうところあったら教えてもらいたいんですけれども、じゃ奥出さんからお願いします。やはりあの、大自然の中で、自分の思ったように、プレーができるところが楽しいところかなと思います。うん、なるほど、はい、そうですね、いつも、ディスクゴルフあのこちらとかで練習してるんですけど、はい、あの風が強い日もあれば弱い日もあり、あのそういう中でいつだって同じ状況ではプレーできるわけではないので、うん、いつも飽きることなくあのいつもこう自然の状況を読みながらプレーするのが楽しいところだと思います。なるほど、はい、あちなみにこのディスクゴルフを始めたきっかけってのは何ですか？はい、僕は、はい、あの小学校に配布された、はい、あのチラシで、ほう、あの日本のトッププレイヤーが来るということで、あ、これは参加しないといけないなと思い、自分からあの飛び込みました。あ、そのプレーを見て始めたということですか？そうですね、あのちょうど趣味を探してたっていう面もありまして、はいはいはい、でそこでドハマりしまして、お、はい、僕はあの、まあ、公園ってあのコースが設置していることが多いんですけど、はい、あのその公園にたまたまあのバドミントンしに遊びに行ったら、はいはいはい、あのそこであのディスコ投げてる方がいて、はい、ですごく飛ぶので見てびっくりしたんですね。普段の思ってるフリースピードと違ったので、それ飛んでるのを見て、あ、やってみたいなと思って、はいはい、でそこでその日にもうレンタルしてやってみたんですけど、はい、全然うまくいかなくてでうまくいかなかったんですけど、それでちょっと楽しくって、はいはい、上手になりたいなと思って始めました。あ、そしたらもう沼にはまっちゃって、あの完全に沼でした。すごい、たまたま見かけたディスクゴルフ。たまたま見かけました。びっくりして。けどさ、さっきのあれ見たら、うん、びっくりするって、知らない人が、まあ、確かに あれはすごい、まあ、だからね、今回その代表ですから、もちろんね、そういう技も見せれるわけですね。
今日ちょっとじゃあその技を見せてもらってもよろしいですか。そうです、はい、ぜひぜひもう楽しみに見させてもらいます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すごい、すごい、最後伸びましたね。ではお願いします。お願いします、はい、お願いします。おー、いやー素晴らしかったです、ね、素晴らしかったです。これ、これね、あれ僕らもあれぐらいできるもんなんですか。すぐできると思います。すぐできます、はい、本当ですか。はい、でご練習していただければ、今やってもいいですか。実際にもちろんすぐ楽しんでいただいて。あ、もうやりたい、マジでやりたい、はい、じゃあちょっと体験させてください、はい、お願いします、はい、お願いします。お願いします。僕らも着替えてきました。おう、ね、もうちゃんとお弁当も用意して。お弁当じゃない。お弁当。お弁当ではないんですよ。なんかピクニックじゃないの？違うよ。サンドイッチ。この中にはね、ディスクゴルフに大事なディスクが入ってるわけですよ。じゃーん。はい。ね、こんな風に。ちゃんと3枚。3枚ね。あ、じゃあ普段はこういう風に持ち歩いて。そうですね。あの何枚もあの厚みが違ったりしますので、はいはいはい、あのコースの状況とか、うん、距離によって使い分けてやってます。なるほど。はい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 。はい、じゃあ早速どうしましょう。まずはまず一回投げたいな。投げたいですね。そうですね。投げ方とか方、はい、まあ、そういうところちょっと教えてもらっていいですか。はい、ディスクを持つときはこう手のひらをまず上に向けて、はい、この生命線のところに、はい、生命線のところにこうディスクをまっすぐ垂直に置いていきます。はい。そこからこの裏側のこの縁のところをリムっていうんですけど、はい、そこに指をこう巻き込んで巻き込んで、はい、握ります。はい。でこう投げるときにこう横を向いていただいて、あのまず手の両手を伸ばしてこう平らな感じですね。投げたい方向にこのまっすぐにして、でこうリラックスしてこう電電太鼓みたいな要領でこう体を回すんですね。はい、ちょっと一発やってみましょうかね。いきますよ。リラックスして、ね、はい、リラックス、リラックス、はい、リラックス、はい、お、お、いい、お、どうです、すごいちゃんと回転かかってて、お、あの感じで、はい、どうでしょう。これがカリマンタン無双ですね。わかんない、わかんない、代表、代表です。いきます。よ、よ、お、どんな。こういう感じ。大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。これがカリマンタン相手や。これが言われても分かんない。大丈夫かこれ。あ、これやっぱりあれですね。本当回転って重要ですね。はい、重要ですね。はい、相手さんの回転してなかったら分かる。分かる。ぐにゃぐにゃしてる。そう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 。そうです。回転がないとちょっとこう風に弱くて揺れてしまうんですね。やっぱ上行っちゃいますな。そうですね。ちょっと今も体が起きるとちょっと。まあ、もうこのままこうですね。そう、ここでこうこっち側の腰が回ってくる。はい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 ですね。はい。はい、行きまーす。よ、あ、あれ？わ、全然行かないんだけどやっぱ。そう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 。おお、ナイスショ。なるほど。これは高スコアも期待できる。そうですね。これは。これ難しいですね。よかった。上手です。まあ今回、うん、ね、やっぱり福井県代表の方にはハンデとして、大体ね20メートルほど離れていただいてます。まあね、いやでもさっきの見たらあれでも届くでしょ、だって届くよね、余裕で。僕が一番心配ですよ、言ったら。よし、じゃあその心配が第一投目、第一投目、じゃあ僕から行きますか。行きましょう。わかりました、じゃあ行きます。おいっす。せい、あら、あー、まあ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 、戻ってない、戻ったね。戻ったよね。風強い、風強いっすわ。風強い。お、いいんじゃない？行き過ぎた。風が、ね、風が、まあまあ風がありますけど。
遠いね、20メートルでも、ね、おお、ちょっと待って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 、あぶねえ、うわすげえ、ナイスショット、ナイスショット、ナイスショット、おお、なるほど、逆にね、ね、こう下は風あんまり抵抗ないですよね、よっ、おお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 惜しい、奇跡的に走ってたんじゃねえよ、ただ回転してからすんげえぐにゃんぐにゃんしたけど、ナイスイマジか、あ風に乗ったな今、それこそ、いやいやそうね、そうなっちゃうでしょ、いいんですよ、オッケー、それはい、ナイスパー、ナイスパー、はい、届くかな、届くかな、届くかな、届かない、ボギーうおーおーおーすげーこわー、危ない、これはすごっ、狙ってますね、狙いました、もちろん狙ってます、いつもおー、なるほど、いきます、お、お、おわー、惜しい、惜しい、惜しい、今入っの、今の受け、受け、めっちゃ OK、 じゃ今の、いいんで、いいんで、いいんではないけど、ナイス、入ってないイエーイ、素晴らしい、このコース2打はすごいな、すごいですね、じゃあ私は4打目、4打目か、4打目、うわこれナイス、はい、一応拍手してあげるから今から最終ラウンドですけどね、はい、今とりあえず向こうが5打、そう、僕7打、はい、10打、10打、もうね、ちょっと勝てないってことでねそうな、最終ラウンドはこちらのハンデをつけていただきます、このね、木のアーチね、これはね、これでも勝てねえぞ、これでも俺らとかちゃん、あいつは負けるからな、いや、なんでよ、あいつはそれでも負けるけど、分からんよ、俺もまだチャンスあるからねよっあ、でも行った、まあ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 、今行っちゃうな、まあ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 、ちょっと、いやすごいな、ハンデじゃないじゃないですか、こんな関係なかったな、このアーチよっしゃー、ナイス、よし、はい、ありがとうございます、すげえ、あのハンデでパーよ、ね、いやー、それじゃあなんでよ、本当に今日はありがとうございました、ありがとうございました、めっちゃ楽しかった、はい、うん、いや楽しかったですね、でこれ何持ってるんですか、はい、こちら、はい、ジャパンオープンディスクゴルフ2023、うん、5月の12日から19日の期間で、堺市で開催します、ぜひ皆さん見に来てください、はい、はい、ぜひお二人も頑張ってください、頑張ってください、福岡の代表として、はい、そう、応援しますんで、本当にぜひ勝ちながってください、はい、はい、ということでね、今日はね、はい、ディスクゴルフめっちゃ楽しかった、楽しかったね、また次回もやりましょう、これディスクゴルフ、ディスクゴルフやりましょう、やろうね、堺市来たらね、できますから、そう、ぜひ皆さんもディスクゴルフやってみてください、はい、それでは次回も堺市のすごいものに録音していきますので、はい、ね、皆さん最後に、じゃあ最後スゴロックでお願いします、はい、それでは次回も堺市のすごいものにスゴロック、また見てね、また見てね、皆さん来てね、来てね。